と私大阪大学タンパク質研究所の工藤と申します。私の方から PDBJ のサービスについて紹介させていただきます。で、前にも書かせていただいてますけど、こちらの資料、こちらの URL に PDF を上げてますので、よかったらこちらをご覧になりながらお聞きください。で、まず概要についてですけど、まず最初に PDB についてということで、まあ、どんな組織でどんなデータが入っているかということをまあざっとお話して、まあ、その具体的データはどんな形で書かれているのかということをお話した上で実習という形に進みたいと考えています。で、早速ですけど1番目ですけど、 PDBっていうのはプロテインデータバンク、タンパク質構造データバンクの略なんですけど、まあ、こちらは何かということですけど、まあ、名前の通り、まあ、タンパク質の構造のデータバンクです。まあ、ただタンパク質だけではなくて、まあ、実際には核酸もしくはまあそれに付随したいろんなリガンドとかも含んだような立体構造が入っているデータバンクになっています。で、今現在約8万件のエントリーがありますけど、まあ、これは8万種類の分子があるということを意味するわけではなくて、実際一つのタンパク質に対して複数のエントリーがある場合があります。まあ、例えば例を挙げていますけど、こちらアミラーゼという分子ですけど、これはアミラーゼ単体で、こちらそれにインヒビターのなんかアカルボースというなんか薬がこうくっついてます。で、こちらはまあこれと一緒なんですけど、ただここに1個ミューテーションが入っているということで、298番目の N が S に変わっているというミュータントの構造とか形でいくつも入っている場合があります。で、このデータですけど、どうやって決めたかということですけど、まあ、X 線解析とか NMR とか電検で実験的に決められたもののみが入っています。昔は理論モデルも入っていたそうですけど、今は理論モデルは受け付けられないということになっています。で、こちらのデータ、はい、こちらのデータですけど、まず誰が運営しているかということですけど、一番トップの組織としては WMPDB 世界タンパク質構造データバンクという組織があります。こちらは具体的にはアメリカの RCSBPDB とヨーロッパの PDBE と日本の PDBJ、まあ、この3つで基本的に協力してやっていると。で、まあ、この図にもありますけど、もう一つ実は BMRB というのがあるんですけど、こちらは NMR 関係に特化したデータベースをやっているので、ちょっと経路が違うことをやっています。まあ、基本的なところはもうこの3極で RCSB と PDB と PDBJ の3つでやっているという組織になっています。で、公開しているデータはこの3つのどこにアクセスしても同じものが得られるという状態になっています。だからまあできたら次回日本で取っていただければと思います。で、ただベースとなるデータは一緒なんですけど、それに付加する二次データベースとかいろんなツールというのは各三極それぞれ独自に開発しているので、例えば PDBJ にはあるけど RCSB にはないとか、その逆もあったりとかいうことがあります。で、国内的にはどういう位置づけかということですが、まあ、NBDC さんとあと PDBJ の拠点を置いてます大阪大学の支援を受けてやっているという状態になっています。で、まあ、まとめですけど、PDB としては、PDBJ としては、まあ、WPDB の運営と、まあ、それの、まあ、一部になりますけど、登録作業の、まあ、分担、主にアジア、オセアニアから来るデポジションというのは、うちでやるようにやってます。で、あと、その実際のデータの記述フォーマット、まあ、これの、まあ、改良とか開発とか、そういうところを、まあ、他の部局と協力してやっていると。であと4番目として、これはうち独自の部分になりますけど、もともとの PDB のデータにはないうちで独自に付加しているデータというのが実はありまして、実験情報とか文献情報が一部もともとのデータにない部分がありますので、その原文から実験情報を読み取ってそれを付加するような作業もうちで行っています。だからこのデータ欲しかったらうちに来てもらわないとないということになります。で、あと5番目に、まあ、これとまあ関わることなんですけど、新規データベースとか新規ツールとか、まあ、いろんな解析ツールとかいうのを開発を行っているのがうちのやっていることになります。で、次にまあそのデータなんですけど、まあ主にこの3つのまず
書式といいますか形式があります。で大元となるデータは MM シフト、まあ、この中身は後で実習で見ていきますけど MM シフトという、まあ、形式がありまして、まあ、これをもとに2つの形式を生成してこの3つの形式で基本的には提供を行っているということになっています。でまず一番上の PDB フォーマットというのがこれが一番発足当初からある一番歴史的なフォーマットになってまして1行80文字の固定なんですけどちょっと一部情報が入りきらない、まあ、昔は小さいタンパク質だったのが最近だと大きいウイルスの全体の構造みたいな大きいものも出てきたりしてましてこのちょっと書式には収まりきらないような部分が出てきてますのでちょっと一部情報を、まあ、割愛したダイジェスト版みたいなやつになってます。でもう一つこちらから生成した XML 形式というものに変換したものが PDBML という形式になります。で、まあ、3極で共通で持っているのはこのデータなんですけどそれに加えて先ほど言いました文献や実験情報を付加したような PDBML プラスという、まあ、これも XML 形式です。でこれとあともう一つ RDF という形式、まあ、RDF も一種の XML の形式なんですけど、まあ、ちょっと違う形式に変換して、まあ、そちらでもうちで提供を開始しています、まあ、今のところこれは PDBJ のサービスなんですけどゆくゆくはこれがまあこっちに全体に入ってくるかもしれないということに話はなっております。でこういうマークインターネットのどこかで見られたことあるかもしれませんけど、まあ、これが RDF のまあなんかマークみたいになってまして本来はインターネット上でいろんなところに分散しているリソースをこう機械がこうあっちこっちにデータをかき集めてこう推論を行う、まあ、例えば A は B に属する B は C に属するじゃあ A は C に属するみたいなそういう推論を機械がやるためのなんかフォーマットですね RDF というのは W3C という HTML とかこう規格を決めている団体が決めているところなんですけど、まあ、その形式で提供すれば、まあ、他と連携がしやすくなる、まあ、うちだけやってもあんまり意味がないかもしれないんですけど例えばいろんなところがこの RDF 形式で提供してもらうと全部そのいろんなところからのデータをかき集めてこなくてもあるものをリアルタイムでこうインターネット経由で通信にしてその推論ができるという、まあ、そういういいもんらしいですっていうのも、まあ、最近提供を始めているということになります。で、まあ、この実際の中身ですけどこれ実際テキストデータになってまして特殊なソフト例えば Word とか Excel とかソフトがいるわけではなくて、まあ、テキストで書かれているものになってます。で、まあ、ここまでがお話でお話ばかりもないので早速なんかやってみたいと思いますけどまず PDBJ のトップページを出してそこで、まあ、例えば、まあ、別に興味ある他のことがあれば他のやつやっていただいても結構ですけど、まあ、ここでは PDBJ のトップページからアルファアミノアミラーゼっていうのを検索をやってみたいと思います。で一つ特徴としまして3曲どこでやっても同じと申し上げたんですけどただ日本のサイトでは日本語で検索はできます。これはよそ言ってもできないはずですんでまあ日本語で検索したければこっちを使ってもらった方が便利かと思います。でまず PDBJ のトップページですけどまあ検索 PDBJ のキーワードでしていただいても結構ですしまあうちそんなに長い URL じゃないんで、まあ、直接打ってもいけるかなと思います。pdbj.org で出ます。まあ、ただこれ英語ページですので、まあ、入ってもらってここに言語切り替えの4つの言語一応並んでますけど、ここで、まあ、日本語なら日本語に切り替えていただければ日本語のトップページが出てきます。で、トップページ見てもらうと、まあ、真ん中のあたりにこんな検索ボックスがあります。何、まあ、か関心のあるキーワードがあれば、まあ、ここに検索キーワードを入れてで検索とやるだけで、まあ、検索の結果が出てきますが、まあ、ここに PDBID またはキーワードっていうのがあります。
まあ、キーワードの場合はこのままで結構なんですけど、例えばアミノ酸配列とか塩基配列とかそういうものをで検索がしたいという時であればここを切り替えて配列というところにして、ここに一文字表記の検索キーワードを入れる。であるいは著者名ちょっと書式が決まってましてちょっとずれてるだけで検索ヒットしなかったりするのでちょっと使いづらいかもしれませんが、著者名で、あと EMDB ってありますけど、 EMDB っていうのは電研のデータベースがありまして、今度来週の水曜日から PDB のデータに統合される、今までは別々になってた分も一応検索、そっちに向けて検索するという、検索じゃないですね、あの ID で検索するって項目がありますが、ここでは一番上のそのままのキーワードでいきます。アルファミラー Z 入れて検索ってやると、このようにリストがザーッと出てきます。で、まあ、見たい ID のここリンクを押すか、まあ、これ画像を押しても同じなんですけど、これリンクになってますんで押してもらうとその個別ページに行くんですが、ここちょっと見ていただけますと分かりますように、実は裏で英語に変換する仕組みが働いてまして、アルファミラーゼとやると実際はこのキーワードで検索を行っているということになります。で、こんなページがまず出てきます。これサマリーページですけど、ここに、まあ、エントリー ID があって、どんな分子です、アルファミラーゼ、なんかインフィルターがくっついてますって書いてます。で、まあ、同じようなもんですけど、タイトルでキーワードで、これ分子種、イエローミールワームってなんか芋虫みたいなやつですね。で、由来するどっから取ったかで、ポリマーチェーンが2本あると、で分子量があって、でこの構造を解いた、まあ、著者が誰ですか、いつ登録した、いつ公開された、で文献はこの文献に載ってますと、で関連するデータベース、まあ、いろんなリンクがあります。あと先ほどありました BMRB、 これ NMR で解いた構造じゃなくて、これ X 線なんですけど、おそらく何か関連する構造が NMR でも解かれていて、まあ、それに多分リンクされてるんだと思いますけど、そういうリンクもあります。でここにまあ静止画像が、まあ、こんな分子の姿をしてますということが書かれてますけど、これをちょっと向きを変えたいなと、まあ、そういうことはこの状態ではできませんので、こちらを押していただくと実はできるようになります。でここに2種類の実はビューアーがあるんですけど、 JV と JMOL で、まあ、うちの宣伝をするようなんですけど、 JV というのはうちで作ったあのアプリケーションおよびそれのアップデートになるんですけど、 JMOL というのはなんかオープンソースで作られている、まあ、うちが作ったのではないものを使っています。まあ、一応どっちもありますけど、ここでは JV の方をクリックしてみますと、別のウィンドウで何か出てこようとしますけど、途中何かいろいろ聞いてきます。でこれ、まあ、あの怪しまずに実行とか OK の類を押していただければ結構なんですけど、これ何してるかと言いますと、 Java を使ったアプリケーションになってますんで、 Java の拡張機能を有効にするかということを聞いてます。これ何をしたいかというと、Java というのは基本的にはローカルマシンに何かアクセスするようなことは基本はできないようになってて、まあ、拡張機能を許可して初めてできると。で何の拡張機能かっていうと、分子画像をこう出てくるんですけど、こう自分の好きな向きとか大きさにして、それを例えば画像を保存したいという時に、その機能を使うためにはこの Java 拡張機能を有効しないといけない、まあ、そういうことがありますので、まあ、ここでは許可していただければそれが使えるようになると。で Windows と Mac、 あと Linux ではちょっとなんか出てくるウィンドウが違いますけど、基本的にはまあ、OK を出すようなボタンを押していただければいくかと思います。で、こんな画面が出てきます。で、最初出てくるのはリボンモデルですけど、まあ、タンパク質の場合は。で、ここにボタンがありまして、これを切り替えれば、例えば CPK、Q で書いたようなモデル、もしくは色を変えるのがここでできまして、これ今チェーンごとに色分けされていますけど、こう原子ごとの色分けだったり、これグループ、なんか3種類がありますね。なんか色分けが変えられます。で、これマウスでこの上をこう
左右に動かしたりするとぐるぐる回ります。左右上下でシフトしながらこう動かしますと大きくなったり小さくなったりします。まあ、こういう形でどこに何がついてるのかなとか、どんな形をしてるのかなとか、まあ、大雑把に見ることができるようになってます。で戻りまして、先ほどのサマリーページですけど、まあ、他にこういうリンクがあります。配列情報ファスタ形式というのがありますが、これを押していただくと、これまた別ウィンドウでこういう一文字表記の配列情報がファスタ形式というこういう形式で出てきます。あと一通り、まあ、ここの、まあ、リンクの紹介をちょっとしていきますが、続きまして構造情報、まあ、こちらの2番目の、まあ、タブというかボタンを押していただきますと、このようなページになります。このエントリーの場合ですと A チェーン、プロテインアルファアミラーゼで、 I チェーン、これがプロテイン、なんかアルファアミラーゼインヒビターになってます。でそれ以外にカルシウムイオンとクロライドイオン、塩素イオンとで水、ウォーターが入ってますと。でこれで構成されているエントリーと。で先ほどにもありました配列情報、ここにも出てますけど、この、まあ、中身の二次構造情報、このピンクはアルファヘリクス、青色がベータシートですね。でこのちょぼちょぼ出ているのが G スルフィド結合であったり、なんかのバインディングサイトであったり、まあ、そういうものがこうちょぼちょぼなんかマーク、緑色のマークであったりとかいう形で表示されています。こういう情報が出ています。で次のところに行きますと実験情報、まあ、これ X 線で解かれてますので、まあ、X 線を解いた時に関わるような、まあ、いろんな情報が載っています。で一番下の方に PDBJによる注釈付きというようなことが書かれてますけど、この下の部分が先ほど出ました PDBJ で独自に追加情報を書いている部分になります。だから PDB の元々のデータから読んできているのはこの上の部分ですね。それにさらにちょっと追加文があるという状態になります。で次に機能情報、まあ、これも PDB データのいろんなところにまあ、付加情報として書かれている情報を拾ってきているんですが、あとは GO ターム、この A チェーンはこういう GO タームに関わるチェーンですよというような情報が書かれている、これは PDBML プラスの方かもしれないですけど、まあ、どちらかのどっかから拾ってきている情報ですね。で PDB に関する情報などなどありまして、これ概要になってますので、こちらの詳細というボタンを押しますと、それのさらに詳細が出てきます。で次隣行きまして、相同タンパク質、これは配列が似ているタンパク質を探してきますという、実は、まあ、時間があれば紹介しますけど、こちらにいろんなサービスがメニューで並んでますけど、このうちのシーケンスナビゲーターというところ、この辺にありますけど、シーケンスナビゲーターって配列の似ているのを探すサービスがあるんですけど、まあ、それを実際裏に走らせているというものなんですけど、この場合チェーンが2つありましたので、どのチェーンの似てるやつを探しますかというメニューになってきます。これもしチェーンが1つですと、もういきなりそれの相同タンパク質、似てる配列を持つタンパク質だといきなり次のページに出てきますけど、それが出てきます。こんなページがいきなり、もしチェーンが1本だったらこれがいきなり出てきます。でこんな感じで、これ、まあ、3つしかないですけど、実際もっとザーッといっぱい出てきます。でここにまあ何パーセント似ているとか、まあ、そういったなんか評価のバリューがいろいろ並んでます。でここに構造の重ね合わせというのがあります。まあ、実際どれだけ3次元的にも似ているのかというのをここで見ることができます。でこの一番上って 100% で完全に一致してて、まあ、あんまり違いがわからないと思うので、まあ、2番目ぐらいのちょっと違うやつを見てみますけど、これを押しますと、まあ、なんかこんな情報がガサッと出てますけど、この中の先ほども見ました JV というので、それを重ね合わせて表示するのを見ることができます。でここなんか2つあるんですけど、おそらく次世代 Java プラグインの方で
うまく見える環境がほとんどかと思います。一部の古い Mac とかもしくは Java のバージョンアップをかなりしてないとかいう、まあ、古い環境であればこっちの可能性があるんですけど、まあ、基本はこっちで、まあ、こっちでダメならこっち試してくださいということで、どちらかクリックしていただくと、まあ、こんな感じのが出てきます。でさっきこの例ですと 99% 一致で1残機だけ確か違ってたと思いますので、ここだけよく見ると青と赤が確かに違いますよねという、あこの場所なんかというのがこれで分かると思います。それで、で先ほどの隣の次ダウンロードというところですけど、こちらで先ほどお示ししました MMSHIF とか PDB フォーマットとか PDBML という各種の形式のダウンロードが行われるようになっています。で一番上がデータがまあ完全じゃない一部欠落している PDB フォーマット、一番歴史があっていろんなビューアーで一応対応が結構されている形式なんですけども、これも2つありますけど、まあ、これ圧縮されているかどうかだけの違いで、これはまあどっちを押してもらっても基本的に違いはありません。でヘッダーのみというのがありますけど、ヘッダーのみというのは原子座標の情報の部分がかなり大半を占めるのです、まあ、そこが重たいので、それ以外のまあいろんな関連情報だけを見たいという時であればヘッダーのみを見ていただく方が軽くていいと思います。で一番大元になる MMSHIF というのがありまして、それを変換した PDBML、まあ、元々はこの全ての情報というのがこれの完全なトランスレーションしたものになりますけど、まあ、これもやはり原子情報の部分がかなり重たいので、それを抜いたヘッダーのみというのがあります。で、ヘッダーのみに PDB 独自で、PDBJ 独自で追加した部分を付加した PDBML プラスという名前で呼んでますけど、こういうものもあります。で、逆に座標情報のみを抽出した PDBML というのもこちらで作ってます。で最後に RDF というもう一つうちで作っているものがここにあります。でそれぞれの中身、まあ、あの細かくは見ませんが、まあ、こんな感じですということで、まず PDB フォーマットは1行80列の固定帳になってまして、こういうのフラットファイルというそうですけど、で分子名があったり配列情報があったり、この原子情報があったり、これ X 座標、Y 座標、Z 座標とか、チェーン ID が A であるとか、残機番号が1とか、まあそういう感じで出てます。で、MMSHIF というのはまたちょっと感じが違いまして、固定帳じゃなくてこれは可変帳になってます。で、まあ、書き方としては、データが1つだけの場合、この場合だと Entity ID という項目は、1CLV ですと、まあ、こういう書き方ですけど、2つ以上ある場合こうループっていうのが出てきまして、これですとデータベース2データベース ID とデータベース2データベースコードっていうものの対応が次に複数出てきますということで、この一番左の列がこのデータベース ID で、2列目がデータベースコードということで、まあ、これ2つしかないですけど、例えばここの座標部分ですとこのようにこれが多い場合ですと何万行とザーッとこの後続くということになります。だからこの上に1列目が何、2列目が何というのが書かれていて、それぞれ1列目2列目3列目というのがこうザーッと並ぶというような書き方です。これスター形式というそうですけど、まあ、これが本来デポジションされた時の一番最初の状態、まあ、これが大元になって登録されています。で、まあ、先ほど PDB フォーマットは一部情報が欠落しているというお話をしたんですけど、まあ、それに関してちょっとだけ説明させていただきますと、これちょっと横が切れてるんですけど、実際こういう、MMSHIF のページを見てもらうと、これもっと横にいっぱい情報が確か続いてます。でここにチェーン ID というのが、1,2,3,4,5,6,7 列目がこの辺に、まあ、7個目に書いてますけど、ラベルアシム ID が7列目に来てますと。
でもうちょっと後ろの方にオースアシム ID っていうのがありますと。よくチェーン ID、 鎖の ID ということで言ってますけど、実は2種類ありまして、著者が勝手に決めた ID、 実は先ほど出てました、あの構造情報というページに A チェーンと I チェーンがあるということが出てましたけど、それは実はこちらの ID でして、まあ好きな ID が勝手に交差が振ることができます。ただそれだとこう A の次何が来るかわからないし、そもそも A で始まるかもわからないので、まあ、それだとまあ機械処理には不都合だというところもありますので、こちらでまあ PDB で登録されるときに、これとはまた別に独自にもう A から連番で ABCDF で必ず連番で振るというチェーン ID がここにありまして、まあこの2種類が MMCF は完全に載っています。ただ PDB フォーマットはこっちしか載ってないということですので、ちょっとややこしいんですけど、どっちのチェーン ID で言ってるかということで、まず気をつけないといけないのと、 PDB フォーマットはこっちしか載ってないと、まあ、ちょっとそこが注意点です。でこれをこの MMCF を変換したのが PDBML、 XML 形式したのがこんなのなんですけど、まあ、このように XML のタグがいっぱい並んで、その中にこう値がこう来るというような、かなり冗長な、人間が見る分にはかなり冗長な書き方になってます。で、まあ、これは全部の情報ですけど、このアトムサイトカテゴリーというところに原子座標情報が入ってますので、これちょっと多いので抜いたというのが、このノーアトムという原子座標以外の情報が載ってる XML形式の PDBML になります。でこれは少し見やすく工夫してまして、まあ最初出た時はこのようにカテゴリーの下は隠れてると、でこうプラスをしたら中身が見れるというふうに、いきなりザーッと全部出たらこう見づらいので、このように一応工夫はしてあります。で逆に原子座標のみの部分をこう圧縮して、先ほど1個の値に1個のタグでゴソゴソゴソと書いてあったと思うんですけど、それだとあまりにもちょっと情報が冗長というか、こうファイルサイズもでかくなってしまいますので、まあ、ちょっと圧縮した形で、ちょっと MMCF や PDB フォーマットの座標の書き方と似てますけど、このように1行に1原子というような書き方で圧縮した XML 形式もあります。で最後に RDF という形式ですけど、これはもともと機械が読むための XML なんですけど、まあ、見てみると普通の HTML のウェブページが見えてきます。これ実はこれのソースコードを見てもらうと、実は HTML ではなくて、確かに RDF の形式で書かれています。で、これを HTML に変えるためのスタイルシートでこのように見せてるだけでして、まあ人間にも見やすく一応したということになってます。で、まあもともと機械向けなんですけど、人がまあ見るのに多少役立つかなというのは、これ今、この 1CLV というエントリーにはこんなカテゴリーに分かれてデータが収められてるんですけど、カテゴリーがザーッと出てます。で、カテゴリーのどれか一つ、これ例えば、ケムコンプカテゴリーというところですけど、こちらには、どんな残骸とか、どんなリガンドが入ってるかというような情報が書かれてるカテゴリーなんですけど、これクリックすると、また別のページに行って、じゃあその中にはこんな情報がありますっていうふうに、アラニンとかアルギニン、アスパラギンとかいう形 で、CA はカルシウムとかいう形で、ザーッとこんな化学種が、化学種というとちょっと語弊がありますね。まあ、アミノ酸と、まあ、リガンドとか、まあ、同位分子というんですかね、まあ、構成要素でできているかという情報がこう見れたりします。だからこれはクリックしていくだけで、まあPDBML の中を、まあ、見て回れるというか、まあ、そういう感じになってますので、まあ、人が見るのにも多少使えるようなインターフェースになっているかなというふうに思います。よかったらこちらもご利用ください。行き過ぎと最後に、まあ、
特徴のまとめですけど、 PDB フォーマットは、まあ、WWPDB が決めたものですけど、データが完全ではないという、まあ、ここがちょっと注意点です。で、まあ、これ歴史的な経緯で、まあ、これやめたら嫌やという人が、まあ、たくさんいらっしゃるそうなので、まあ未だに提供を続けてますけど、これいつなくなるか実はちょっとわからないところもありますので、まあ、できればこの2つを使うように。で、人がこう、人間がちょっとあどうかなと見るときにはいいんですけど、本格的に何かこう、もう機械的にプログラムで処理する的なことをするんであれば、まあ、こちらを使うプログラムも今現在はまだいっぱいありますけど、できたらこの2つを使っていただいた方がいいかと思います。で、MMSH というのは、まあ、WWPDB とあと IUCR という国際結晶学会というのがありますけど、まあ、そちらが決めた、まあ、もともと SIF という結晶用のなんかフォーマットがあるそうなんですけど、それのマクロモレキュール版ということで MMSHIF というフォーマットをこの2つで決めてます。ただまあこう独自、まあ、まあこの2つで独自で決めたものなんで、まあ、ここが二重丸になってないのは、まあ、独自だから独自の処理プログラムをちょっと書かないといけないかなというところがあるんですけど、こちらは XML は W3C という、まあ、国際的なこう HTML とかいろんなものの企画団体ですけど、まあ、そういうところが決めたものですので、まあ、いろんな XML のパーサーとかなんかライブラリがあったりするらしいので、まあ、より処理する機械的な処理する分にはいいのかなという形式になってます。で、まあ、こういうところですけど、ここまで何かありますでしょうか。特になければもう少し話を進めていきたいと思いますけど、今で半分ぐらいですかね。そうしましたらちょっと続きに行きますが、これまた先ほどのサマリーページに戻ってきています。で、ここの絵ですけど、これ1個しかないですけど、もし皆さんの方で他のエントリー見られていると、もしかしたらここにもう1個絵が出てるかもしれません。ちょっとそのお話をしたいので、それが出る絵を意図的に、絵というかそのエントリーを出してみたいと思いますけど、 2TMV というエントリーがあります。で、ここに検索ボックスがありますけど、これはトップページの検索ボックスと同じ機能を持つやつがここにもあるという状態ですので、ここに入れていただきます。で、具体的な PDBID 入れますと、検索結果リストではなくていきなりもうそのサマリーページに飛びます。ここに 2TMV という入れて検索するとこんなページになります。このエントリーは2つ絵が出てます。で、なんで2つあるのかということをちょっとお話したいんですけど、登録されているデータというのは、まあ、必ずしも生物学的に意味のある全体を登録されているわけではありません。こう繰り返し単位があると、それをいちいち全部座標入れるとデータがすごく大きくなりますし、繰り返しはなるべくこう避けたいと、最低限の繰り返し単位だけを入れておく。この最低限の単位を非対称単位、アシンメトリックユニットと言いますけど、こちらだけを入れてます。よくあるのがウイルスのこう全体、こう二重面体とか、まあ、これ二重面体じゃないんですけど、なんかウイルス構造とか、よく同じものの繰り返しでできているものがあります。そういうものは1個だけを登録座標しておいて、それをあと変換行列を登録しておいて、これをこの変換行列かけて変換して増やしていけば全体ができますということが別に、その原子座標とは別に書かれていたりします。そうやって作ったのがこちらなんですけど、こちらが生物学的に意味のある単位ということで、生物学的単位というものになります。で、まあ、先ほどこちら見ていただきましたけど、こちらのビュアの方で見ていただきますと、生物学的単位の方の絵が出てきます。これだとこんな感じで、これちょうど上から見た図になってますけど、マウスで動かせますんで、こうぐるぐる回していただければ、なんか中の抜けた円筒状になっているということがわかるかと思います。で、非対称単位がどこか分かりやすくするために、ここだけ表現方法を変えてあるんですけど、ここに
リボンモデルで書いてある、これが非対称単位、これが実は49回コピーされて、こんな、これちょっと横向いてるから分かんないですけど、こうぐるって回してもらうと螺旋状になっている構造になってます。で、このな非対称単位の中にはプロテインチェーンが1個と RNA が1個入ってまして、合計2チェーン入っている状態で、これが49回増えて、ここに数字が出てますけど、全体で98チェーンのバイオロジカルユニットということになってます。で、まあ、これは、まあ、ぐるぐる回してみるだけぐらいなんですけど、まあ、よりいろんな見た目を変えたりする機能に長けている、もう一つうちでやってるサイトがありまして、ここによろずみってあります。実はサマリーページのリンクにもあったんですけど、こちらから行っていただきますと、そのエントリーをよりいろんな見方ができるようなサイトがあります。万に見ると書いてよろずみと読ませていただきますけど、こちらも同じような絵が出てきます。で、これは非対称単位ですけど、こちらに集合体というのを一番押すと、こんな感じで、まあ、先ほどと同じ円筒状の構造が出てきます。で、さらにこの中で RNA ってどこにあるんでしょうとか、まあ、例えば思った場合に、ここに構成要素っていうのがありますけど、ちょっとパネルを切り替えて、例えば RNA のチェーン R というところをクリックすると、ここはちょっとピカッと光ります。あ、なんか円筒の内側になんか貼り付いてあるんだなというのが分かると思います。まあ、これ今ウイルスの場合ですけど、例えば酵素とそれの基質の複合体だった場合、複合体がどこにくっついてるんだなとか、インヒビターがどこにくっついてるんだなとか、そういうことが、まあ、これで分かりやすいかなと思います。何かで、今出てきたウイルスはタバコモザイクウイルスというウイルスなんですけど、まあ、それに関連する情報として、まあ、日本語で、まあ、読み物的な解説記事というんですかね、そういうものがここのメニューの下の方にモレキュール・オブ・ザ・マンスというのがあります。今月の分子というのがありますけど、そちらの、まあ、2009年の109番のエントリーにタバコモザイクウイルスという解説記事がありまして、まあ、こんなことが書いてあります。で、先ほど見ていただいた構造、まあ、これのほんの上一部、これ実際何千という非対称単位がこんだけずらーっと並んだものが本来の姿らしいんですけど、まあ、あまりにも多すぎるんで、まあ、98個でちょっと減ってるという形ですけど、まあ、こういうものが先ほど見ていただいたタバコモザイクウイルスになります。で、この今月の分子というサイトですけど、まあ、最近のエントリーですと、こうページの下の方に理解を深めるためのトピックスということで、まあ、こんなんも調べてみたらどうですかというのがありますので、まあ、もし挑戦するなりしてみたい方は、まあ、こういうのも課題としてやってみてもらうのもいいかもしれません。これ今月の一番最新号の下の方に載ってるやつですけど、もしお暇な方でしたらやってみてください。それでちょっとどんだけ時間かかるか分からずに行って、ちょっと早めになった気がしますが、まあ、最後に先ほど検索したシステム、キーワードだけで検索してましたけど、他にももうちょっと細かい検索システムがあるということをご紹介しておきます。トップページに戻ってもらうと、先ほど検索ボックスありましたところの下に詳細検索っていうのがあります。で、こちら見てもらうと、このようなもっといっぱいいろんな項目があるような詳細検索ページが出てきまして、まあ、もちろんキーワードでも検索できますけど、公開日とか登録日とか、どんなチェーン、ポリペプチドであるとか、ヌクレオチドであるとか、まあ、対象限定する、もしくはどんな化学種が含まれているかであるとか、どんな生物種由来の分子を探してくるであるとか、あとポリマーの長さ
残基何チェーン、何アミノ酸以上とか以下とか、あるいは分解の、まあ、X 線の結晶構造のこう解像度が何オングストローム以下の、まあ、いいやつを取ってくるであるとか、またそういうことが検索できたりします。であとここにヘルプというのがありますが、まあ、こちら見ていただきますと、このトップページの横にありました各サービスの解説が一応このように一応メニューで出てきて書いておりますので、まあ、そちらを見ていただくと各サービスがまあどんなのかなということがある程度解説されています。そちらも見ていただければと思います。でまたわからないこと出てきましたら随時こちらのお問い合わせというところがありますので、こちらから何なりと聞いていただければ、まあ、開発担当者等がお答えしますので、いつでも聞いていただければと思います。というところで資料が一応これだけになっているんですが、まあ、あと手を動かしていただく時間がまあいるかなと思いますので、まあ、あとは何かやっていただいて、またわからないことがあれば聞いていただければと思います。何かご質問等あれば、ちょっとザザーっと解説してしまいましたけど、また何かありましたら聞いていただければと思います。おそらくその、そうですね、まあ、例えばですね、まず、どこだ、ジラフ、どこだ、例えばリガンドバインディングサイトの検索を行うジラフっていうのがありますけど、こちらは、タンパク質全体の構造は似てないかもしれないですけど、そのリガンドバインディングサイトだけ似てるものを探していく、まあ、そういうものがあります。こういうのがもしかしたら使えるかもしれません。あるいはそうですね、こう、まあ、構造予測っていうのはストラクチャープレディクションというのは、まあ、この辺にありますけど、まあ、この辺のものでもしかしたら使えるのがあるかもしれませんが、ごめんなさい、ここの細かいところはちょっと把握しきれてないので、よかったらここのヘルプのところにこちらの解説載ってますので、よかったら見ていただいて合うものを探していただいたら、であるいはこういうのないですかっていうのを投げてもらうと、まあ我々も開発を考えるかもしれませんので、まあ、リクエストも含めてこの問い合わせから何かありましたら投げていただければと。ちょっと言い忘れてました。ここに FAQ もあります。まあこうやって問い合わせいただいたもので、まあよくあるものはこちらの FAQ にも載せてますので、まあそちらにもしかしたら答えがあるかもしれません。見てもなかったらまた聞いてください。
質問してもよろしいですか。どうぞ。はい、PDBJ 独自の機能として日本語でも検索できるようにされていらっしゃったということなんですけれども、はいはい、どういう種類 の、 キーワードで、検索できるんですか。例えば遺伝子名とかそういう、そうですね、結局変換辞書がありまして、まあ、それに入ってるかどうかなんですけど、遺伝子名までは入っているのかな。何かやってみましょうか。何かお題目あります。あ、引っ込んだ。ちょっと遺伝子名と言われてるパッと出てくるものがないの。あれ、遺伝子名、あ、どうなんでも辞書は独自に開発とか。いや、ですね、なんでウェーブ LSD でしたっけ。 あちらの方で開発されているものを、まあ、利用させていただいているということになってます。だからそちらの辞書に入っていればあるはずですね。なんかあります。何でしょう。例えばじゃあヒストンとか。英語で入れたら意味がないですね。ヒストンでもちゃんとヒストン、まあ、変換されて出てきますね。はい、これ出てきます。どうもありがとうございます。はい、記号は結局キーワードサーチでどこかに何かその遺伝子名が、例えばタイトルとかに何とかいう遺伝子のタンパク質とかいうのが書かれていたらヒットするかもしれないですけど、直接書かれてないともしかしたらヒットは難しいかもしれないです。PDBJ のこの一つ一つのエントリーは、はい、塩基配列とかアミノ酸配列のデータベースに対してこう紐付けられるようなところっていうのはないんですか。ありますよ。ちょっと見てみましょうか。ですね、例えばこのエントリーですけど、まあ、配列のデータベースとして、まあ、ユニプロットというのがありますけど、こちらにユニプロットの、まあ、リンクがあります。で、まあ、実際 PDB のデータの中にこのタンパク質はどの、まあ、遺伝子、はい、アミノ酸配列のものですという、まあ、アノテーションがされてますので、まあ、そちらを元にこのリンク出してますけど、これだとこの909472というユニプロット ID の、まあ、もののタンパク質の構造です。で、逆にこちらもどこかに PDBID が出てくるはずですが、ちょっと多すぎて見当たらないですけど、で、逆にこちらのユニプロットの方から PDBID どこかに書いてると思うんですけど、はい、まあ、これが一つとは限らない、うん、まあ、いろんなこう生物由来、まあ、生物が違えばもちろん別の ID になってますし、はい、PDB の ID っていうのはもう一つの実験で解いた構造に対して一つなんで、まあ、一つの実験でもインヒビターのあるなしであればもうそれで2エントリーになります。まあ、特殊な例としてちょっとチェーンが入りきらない、1個のエントリーに入りきらない、仕方ないのでエントリーを複数に分けているという。例えばボルトというのがありますけど、
これ多分1個に入らな、いらないぞ。でいらない。なぜか絵がリンク切れしてますが。1構造1エントリーというのは原則なんですけど、このエントリーに関しては1個に、まあ、制約というのは結局 PDB フォーマットの制約なんですけど、チェーン ID が足らないと。同じものの繰り返しであれば、まあ、チェーン ID、 先ほどのタバコモザイクウイルスであれば2チェーンでそれをまあ増やすだけなんですけど、チェーンがそもそもいっぱいある。まあ、この場合はそうじゃないかもしれないですけど、例えばリボソームとかでチェーンが何十本もあると、まあ、そういう場合だともうチェーン ID が足らない、まあ、そういう場合が出てきまして、そういう時だとまあ仕方ないのでスプリットといって、実はこの 2ZUO というエントリーは確か 2ZV4 と 5 とこの3つ合わせてやっと1個の構造になってたかと思うんですけど、こういう特殊な、まあ、苦肉の策で仕方なくエントリーを分けているというものもあります。これなんで描けない、描けるはずですけど、こういうちょっと大きい構造だと出てくるのに時間がかかるかもしれません。ちょっと出てますけど、8万何原子と書いてますけど、もう99,999 以上が入らないので、2つ以上にエントリー分けられてしまいますけど、この8万というのはかなり限界に近い、いっぱいいっぱい入っているのではないかと思います。で、なかなか出てきませんけど、これなんか切れっぱしみたいなものがボッと出てきましたけど、こちら本来どんな姿をしているかと言いますと、これも本別の分子に、お、なんか消えた、なんでや、うん、ネットが切れてしまいましたが、先ほどのどれだ、うん、これ分かりますでしょうか。こいつって実はこれのなんか3分の1ぐらいの部分だけしか出てないんですね。これ実は3つのエントリー足して実はこんな、なんでしょう、なんか筒状というかなんかシェーカーみたいな構造が出来上がるというもんだそうですけど、まあ、これはもう本当に特殊な事例だと思います。あまりにも大きすぎて入らないと。JV の画像が何か分かったら大丈夫だったと思ってるんですけど、出なかったという方はいらっしゃいません。大丈夫だったらいいんですけど、結構環境によってはなんかエラーが、Java 環境が入ってないとこれが出ないという講習会でよくあるトラブルなんですけど、今回はなかったと思ってよろしいですか。
するというところまでです。じゃあ一度失礼させていただきます。はい、ちょっと早いですけど。以上です。また何かありましたらいつでも聞いてください。